幻の女は、コーネル・ウールリッチが、ウィリアム・アイリッシュ名義で1942年に出版したミステリー小説。アイリッシュ名義での最初の長編小説であり、代表作に挙げられる。1944年に、ロバート・シオドマク監督により、映画化された。日本では何度か、テレビドラマが制作され放映されている。全23章で構成され、各章のタイトルには、 死刑執行前となっている。第1章、死刑執行前150日午後6時から始まり、死刑執行当日に向けて減っていく。第16章、死刑執行前8日、第17章、死刑執行前7日のように章代のみで本文がない、章もある。ザ・ナイト・ワズ・ヤング、稲葉昭夫の翻訳では、夜は若く、で始まる追句を使用した冒頭の一文は、しばしば引用され、 作家の小泉紀美子は、どれだけの人が衝撃を受けただろうと指摘している。稲葉によれば、この文は、ポピュラーソング、恋人よあれに帰れの詩の冒頭、The Sky Was Blue で始まる一文の文字理であるとのことである。江戸川乱歩は、太平洋戦争の終戦後に、アメリカから流入した情報で、戦時中の新作、ファントムレディの評判を知り、 手を尽くして1946年2月に現象、入手、一読して、新しい探偵小説であり、すぐに訳すべきであるという高評価を与えた。このため1950年の黒沼県による初役前から、その存在を知られ、後年まで圧倒的な知名度を保っている。1945年初頭にアメリカ軍の捕虜になった大岡翔平は、 レーテ島の野戦病院で本書の現象を読んでいたという。スコット・ヘンダーソンは以前からキャロル・リッチマンと愛し合っており、その日は妻のマーセラと外で食事をし、離婚を申し出るつもりだった。しかし、マーセラは話し合いを拒否する。月光したスコットは家を飛び出して、バーで知り合った異様な帽子を、冠った黒いドレスの女性を誘って、マーセラと見るはずだった。 ブロードウェイの劇場へ行き、食事をしてから深夜前に女性と別れ、家に戻った。家には、バージェス刑事らがいて、スコットを逮捕した。家では、バーセラが、スコットのネクタイで考察されていたのだ。スコットは、幻の女と一緒にいたとアリバイを主張したが、事情聴取を受けたバーテンダーらは、スコットは、目撃していても、幻の女のことは知らないと証言した。このため、 スコットは有罪が確定し死刑の宣告を受ける。裁判に違和感を覚えたバージェス刑事はスコットにスコットのために動いてくれる人間を問い、スコットの友人ジャック・ロンバートに連絡をする。ジャックはスコットに幻の女を探し出すことを誓う。また、スコットの愛人であるキャロルもジャックとは別に幻の女を探す。 キャロルはスコットがカズドだったと証言したバーテンダーや舞台ミュージシャンを尾行するが関係者たちは不審な事故に遭い次々と死んでいった。分かったのは証言が嘘であり証人たちは何者かに買収されたり脅されて幻の女の存在を否定していたということだった。スコットには劇場プログラムの角を折ってしまう癖がありショーの後に幻の女が 今夜の記念として、スコットの持っていたプログラムを欲しがり、譲ったことを聞いたジャックは、新聞に、劇場プログラムを高く買い取るという広告を、掲載した。死刑執行当日になって、ついに、格の折れたプログラムを売りに来た女が現れた。ジャックは女を車に乗せ刑務所に向かいながら、スコットの無実を証言するよう迫った。女が証言に同意すると、ジャックは車を、 森の中で止め、女を下ろして、銃を突きつけた。以前からジャックは、マーセラと不倫関係にあり、あの夜、共に、南米に行くことを提案したが、スコットと別れる気のないマーセラはこれを拒否。ジャックは怒りに任せて、マーセラを考察してしまった。その後、ジャックは、スコットの後を追い、バーテンダーらを買収していった。そして、スコットの無実を証言できる、 幻の女の口を塞ぐために、ジャックは幻の女を探していたのだった。女が撃たれる直前に、ジャックの車を尾行していたバージェス刑事たちが駆けつけ、ジャックを真犯人として逮捕した。プログラムを売りに来た女は、実は、キャロルであった。バージェス刑事の捜査によって、 本物の幻の女はすでに発見されていたが、あの夜の後に症状が悪化して、今では精神病院に収容され、証言できる状態ではなかった。キャロルとバージェス刑事は、偽の幻の女でジャックを罠にはめたのだった。真犯人のジャックが捕まり、スコットの死刑執行は中止となった。1944年公開のフィルムノワール。 1962年10月7日にネットテレビ、名作推理劇場の1話として放映された。1963年3月31日に、同じ名作推理劇場枠で再放送されている。1966年4月30日に、都会の顔、ウィリアム・アイリッシュ、幻の女よりのタイトルで、NHK、テレビ指定席の1話として放映された。 1971年10月12日から11月16日まで日本テレビ火曜日の女シリーズ枠で放映された。全6話。1981年9月12日に幻の女離婚殺人の罠のタイトルでテレビ朝日土曜ワイド劇場を枠で放映された。1993年7月5日に幻の女闇に消えたアリバイのタイトルで 関西テレビ放送、サスペンス、間の一話として放映された。渡辺雅子が本作の漫画家を行っている。絵描き下ろし単行本として、主婦の友者、友コミックス名作ミステリー28巻として1979年に出版された。1992年には、法務者より刊行された渡辺雅子名作集の 幻の女10月の消しとして再刊されている。なお、ナミロクの10月の消しは、アイラ・レヴィンの死の接吻の漫画家作品である。また、渡辺は、アイリッシュの作品から、国威の花嫁を、炎のカメリア、死者との結婚を、6月の花嫁として漫画化している。都会の顔、ウィリアム・アイリッシュ、幻の女よりに関するカテゴリー、 幻の女離婚殺人の罠に関するカテゴリー。幻の女、闇に消えたアリバイに関するカテゴリー。幻の女に関するカテゴリー。ありがとうございます。